マのペンギンさん見ました？超絶可愛いでしょ。これね、たまたまね、館内アナウンスで今からペンギンさんのお散歩タイムが始まりますっていうのを聞いて、慌ててねカメラを構えて撮ったんですけど、本当にね可愛かったです。はい、というわけで昨日のね動画を見てくれた方はご存知の通り、虹の森公園っていうところにあるお魚館に行ってきました。お家をね出たのがお昼くらいで、ここに到着したのは2時過ぎだったかな。で、水槽をねちょっと見てる間にさっきのアナウンスが、はい、2時半からペンギンのお散歩タイムがっていうのを聞いて、もうね運動会で我が子の出番をカメラを握りしめて待つ父親の気分で待ってました。でね、もう子供たちに混ざって、いやもう子供たちを押しのけてペンギンさんを夢中で撮ってて、ふと振り返ったらこのうなぎですよ。もうね、素でガチ姫をあげちゃってびっくりして、ね、規模が大きい水族館って感じではないんですけど、本当に田舎にあるお魚館で、思ってたよりも目的だったのはね赤目っていうのをすごい楽しみにしてたんですけど、いざね蓋を開けてみれば、あ、うん赤目だねみたいなでもまあね、ペンギンのお散歩もそうだし、ワニの大五郎さんのね水浴びだったり、ピラニアのお食事タイムだったり、イベントに結構ね参加できたので、すごく楽しかったです。コツメカワウソっていうカワウソさんのお食事タイムはね残念ながら参加できなかったんですけど、まあね、寝ているカワウソさんを見てね、あ、見て見てラッコだよ超かわいいっつって、まあね、チョコさんって、それはラッコじゃなくてカワウソだよって子供たちの前で素で突っ込まれて、めちゃくちゃ恥ずかしかったです。夏休みのねせいか、まあ、お子さん連れの家族の方とか、あと高校生くらいの男子3人組の塊とか、あんまりね集中してじっくりこうガラス面に張り付いてみるっていうのはできなかったんですけど、狭い館内だったけど2周して2時間くらいこの中に、はい、引きこもってました。連れてってくれた方はアクアリウムやってない方なんですけど、一緒になってね楽しんでくれたみたいで、はい、よかったです。で、館内にあったこのガチャガチャのコーナーとか、お土産のね、なんだろう、お土産売り場的なところでも、まあ、キャッキャキャッキャ騒ぎながら年がいもなく、はい、楽しかったです。同じ敷地内にあの公園とか祭りができる川とか、なんかちょっとしたこう特産市みたいなのもやってたり、でこの吹きガラスが体験できる工場とかもガラス張りで見学できるようになってて、こういうね機械とか見たことがないのでめっちゃ興奮して、そのねガラスに張り付いて写真を撮りまくってました。必死にね写真を撮ってたら、ジョコさんって呼ばれて、何何チンアナゴマドラがあるよってマジかっつって走っていきましたね。はい、で帰りにこのお魚館の川の向こう側にある温泉、ポッポ温泉っていうとこだったかな、に足湯があるっていうのを聞いて、もうね、あの学校帰りの女子高生に混ざって
足湯を体験してきました。普段はね、お家に引きこもってね、水槽ばっかりいじってるんですけど、久しぶりにお出かけして本当にね、楽しい時間を過ごせました。でね、お土産もちょっとだけ買ってきたんですよ。はい、あとね、館内にあったのガチャガチャコーナーでなんかやってみようって話になって選んだのがこのアマガエルシリーズで、この左のね、2番目にあるこの子が欲しくって1回だけやってみるってやったら、なんと1回でこの子が出たんですよ。もうね、周りに人いたんですけど飛び上がって喜びましたね。出たーっつって。で、次はこれ、さっきもね、ちらっとね、映ってたんですけど、ペンギンさんのね、羽を買ってみました。ペンギンさんは一度選んだお嫁さん、メスのペンギンさんをね、1年で一度一旦別れちゃうんですって。で、次のね、またお嫁さん探しの時に、その前のね、前回のお嫁さんの声だけを頼りに同じメスのペンギンさんを見つけるんですって。すごくないですか？でね、恋する乙女におすすめって書いてあったんですけど、別に恋する乙女じゃないのに買ってみました。最後はこれです。そりゃ買うでしょうよ。だってチンアナゴ玉のチンアナゴマドラーってなんやと思ったけども、見た目の可愛さに即買いでした。はい、でね、夏らしくメロンソーダで、このね、チンアナゴマドラーの使い心地、握り心地を試してみました。もうね、3本ぐらい買えばよかったかなっていう可愛さでした。というわけで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。